のヘディング、トレビザンよく見てましたね。はい、金子の前が空いた。さあ瞬間的にどう攻撃が札幌、金子切り返してシュート、決まった。ダメ押し5点目、札幌今シーズン最多のゴール。金子拓郎も今日2点目吠えました。走ってなんとか食らいついた FC 東京。ここで決めました、札幌3点目。金子拓郎は今シーズンの4ゴール目。前半に大きな1点が札幌に入りました、3対0。非常に